どうもお疲れ様でございます。FX オリ合ルヒをご覧の皆様、そして即可軸限定動画をご覧の皆様。え今ご覧いただいているのが、今朝朝6時の気づきをね、私なりにお話したその時のスクリーンショットです。で、今、18時を半で過ぎまして、12時間経ったわけなんですよね。で、朝6時の時点で、12時間後の形をまあ予測するというのはなかなか困難ですけども、少なくともこうなったらああなるっていう風なね、 このイフゼンっていう公式を立てられるのがテクニカルのすごくいいところなんですよ。で、一つにはね、この形が収束を意味してるってことがすぐに分からなければ今日は勝つことができなかったと思います。収束ってのはどういうことかっていうとボラィテリティって言ってね、価格の動きがこういう高いところから低いところまで動いて次の波が前回よりも 高さが収まってるってことですよね。で、今度下に行くときには今度下から収まって上の方に行ってると。要するにどん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 収束していってるってことなんですよ。で、しまいにはですね、その収束が、このローソク足4本を見ていただいたらわかるように、上にも下にも行かずに、この四角の範囲に収まっちゃったってことなんですよ。ね。元々はこの大きな四角の中にあったものが、この小さな四角の中に収まっちゃったっていうのが、陰線陽線の動きなんですよ。 これがパッと見た感じで、あ、収束してるなって分かると、収束の後はどんな動きがあるでしょうそう、ブレイクなんですよね。ブレイクってのは、この収束の後には必ず今度はね、上に大きく跳ねるか、下に大きく跳ねるかっていう動きが来るってことが、いつものパターンで分かるということなんですよ。で、この白いね、枠で消してあるところなんですけども、私はこういうふうに考えました。このげ先を、 抜けて下に行くようなら、今日は大きく下落するだろうということ。これが一つ目の仮説。もう一つは、ちょっと消えちゃってるんですけども、この上のヒゲがあるんですけどもね、ここを抜けて上の方に行ったら、ここまで、今度はね、大きく上に跳ねるだろうっていう、この二つの if 全を設けて、朝6時の相場解説終わったんですよ。で、12時間後にどうなったかというと、こういう風になりましたね。はい。えっ、ー、と、ここを抜けたら下に大きく行くよ。 ここを抜けたら上に大きく行くよっていう線を2つ設定して、えー、1日を見たんですけどもほらここを抜けて下の方に大きく抜けたでしょだからこの幅が今日は取れるよってことでえっ、ー、と朝の時点で分かっていたのがこの4つの箱の中にボラティティが収まっていたよってことなんですよ、うん、こういうふうにテクニカルっていうのをやっていきますこれをね、えー、3時間ごとにずーっと今日は放送していましたので時系列で追いながらあ自分のポジションを入れてで きちんと利益に変えることができる。これが FX オリガルキです。はい。あの、ね、希望がありましたらね、ああの時系列ごとに作った動画をお渡ししますので、後で見てください。はい。そして、1日前ですけども、昨日です。8月22日ですけども、朝3時の段階でこういう形でした。この形から上昇していったこの値動きがね、さらに上に行くのか、下に行くのか、横ばいなのかってことを、ここで 想定しななければなりませんつまり12時間後はどんな形になるでしょうかってことなんですけどもちなみにどん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 値段が上がっていって、えー、まあ円安って形ですけどもねもう最高潮まで円安が進んだ状態でこれですさあどっちに向かうかその根拠は何でしょうか簡単に言いますと高根県でのダブルトップなんですよここにげ先のダブルトップがありますそしてこの1時間で示しているチャートってのは高根県で えー、作られてるんですよねとなると高根県でのダブルトップってのはその後に大きく下落するってことが分かるわけなんですよそして実際にそうなったってことなんですよねじゃあちょっと戻りましょうかはいあれちょっとこれじゃ見えにくいですかねまあいいや高根県からダブルトップから大きく下に動いて昨日の利幅は ここからここってことだったんですよね。だから連発で大きく利益を上げている。これが FX オリガルヒーなんですよ。まあご関心ありましたらまたお問い合わせいただければと思います。それではお疲れ様でした。